はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、スピードロイドベーゴマックスおよびオフリススコーピオ、これが、まあ、制限解除されるということで、1月の10日より、オフリススコーピオと、ベーゴマックスが解除されると何が起こるかっていう話をするんですけども、まあ、ガチデッキもね、もちろん強くなるんですよ。ベイグマックスとか。まぁ、ちょっとオフリススコーピオはちょっと微妙だけど、ベイグマックスは消化圏使わないでレベル3か2体供給できるんで、まぁさすがに強いということで、まぁ、これ多分ね、今後活躍するんじゃないかと思ってるんですけども、いろんな環境、いろんなデッキで。何もね、別にね、このカードが解除されたことによって喜んでるのは、まぁ、強いデッキ使ってる人たちだけじゃなくて、そのうんこみたいなデッキを使ってる人が一番喜んでるっていう説がありまして、これなんでかっていうと、レベル3のモンスターが2体供給できるんですよ。ベイグマックスって。で、オフレススコーピオも同じような感じで、まあ、消化器使っちゃうんですけど、オフレススコーピオプラスモンスター1体から、レベル3のモンスターが2体並びつつ、融合系の、魔法カードをサーチできるっていうね、ギミックがあるんですけども、これで何が起きるかっていうと、レベル32体、まあ、つまり、ゼンマイティが出せるんですね。ゼンマイティが出せるってことなんですよ。クソデッカーが、もう大歓喜してるんですよ。今、実は。裏で。なんかそのベイグマックスの、まあその使い方でいろいろ議論が巻き起こっている中で、クソレッカーは、うおー、ゼンマイ超関係使わずゼンマイって、うおー、行っちまいしょどーっつって、喜んでるんですよ。というわけで、今日はね、この、ベイグマックスと、オフルスコーピオを、まあ、ガン積みした、まあ、ちょっとまだね、制限解除になってないですけど、ガン積みした、クソデッキをお見舞いしていきたいと思います。はい、ゼンマイティ成立者なんでもできるんで。ゼンマイティイコールなんでもできるんで。はい、で、オフレススコーピオに繋がるカードが一応そのローファイブロッサムっていうモンスターがいますんでね。なんで、まあ、デッキの中の一番初動が一応1234567899で9枚になるんですね。今まではゼンマイティを消化器に使わずに出さないといけなかったんで、悲願系のモンスターいっぱい入れなきゃいけなかったんですよね。なんで、デッキが太って、なんかすごい、ま、60枚とかなって、しかもなんか誘発ケアなんか引きづらいとかなってたんですけども、まあ、今回はその1枚初動が、あるんで、まあ、そんなにそのデッキを太らせる必要がないと。まあ、どれか引けば動けるんでね。なんで、そういう意味でも、デッキをちょっと若干そのダイエットできるし、まあ、誘発ケア枠も意外と引きやすくなるということで、ま、さすがにこれは強化と言っていいでしょう。はい。で、こっち召喚券使っちゃうんですけど、ブリリアントフュージョンで召喚券増えるんで、あんま関係ないです。これ、召喚券1回増えるんでね、この自分のやつを出せば。はい。というわけで、やっていきましょう。この最強デッキ。多分これ、今後多分このギミックよく見るんじゃないかな。うん。多分3戦目でね、流星実況チャンネルの。はい。デュエル、スタンバイ。初動あり。引いちゃいけないカード、なし。オッケー。魂のローンファイアブロッサムを召喚。効果発動。これは何？ G か？無限法要か？なんか、陣あったぞ。よし。都合よく引いている裏のケア。都合よく引いている裏のケアをしていくスタイル。さあ、ローンファイアブロッサムから何が出てくるかだって。何が出てくると思いますか？まあ、史上最強モンスターが出てくるわけですけども。オフリススコーピオを特殊召喚、効果発動。これあれですからね。3枚使えるようになりましてね。はい。まあまあでも最強と、いう話あります。で、ダーリングコブラの効果を発動。ブリリアントフュージョンを手札に加えていくぜ。そして、レベル3のモンスターが2体でオーバーレンタ告知、エクシーズ召喚。まあ、一番初動が、ベイゴマックスと、まあ、オフリススコーピオから、まあ、レベル3、2体並べば、基本的にはいいんですけども、召喚機を使わずにね。オフリススコーピオの場合は、ダーリングコブラから召喚機1回増えるんで、ブリリアントフュージョンで。なんで実質、まあ、召喚機使っちゃってもいいという話がありまして、まあ、だからオフリススコーピオンも初動と換算できるわけですね。だ1枚初動がめっちゃ増えました。今まではなんか、ゼンマイムーブするときに、ゼンマイ、のための召喚機を残しておかないといけなかったんですけども、はい、まあ、ベイゴワックスとオフリススコーピオンがそもそもね、全部で3枚しか入れられませんでしたので、はい。まあ、ジムネットセラフィーとかいう、モンスターが召喚機増やしてくれるんで、これこうなると、まあ、こうなると。はい、親の顔より見た光景と言われている、この最強ムーブを、お見合いしていきまーす。いや、新年もね、まあ、明けまして、まあ、おめでたいと言ったところなんですが、まあ、クソリッキ製造工場長は、本日も元気にクソリッキをぶん回しているという話でございますな。
正月早々からあのうんこみたいなのできましたみたいな話あるんですけども、今までね彼岸2周しかないといけなかったから、なんかデッキのなんか枚数が結構多くなってたんですよ。彼岸いっぱいになりゃいけなかったんで、そうするとなんかあの墓とか抹殺とか、なんだうららとかがかなり入れにくかったのと、あと引きにくかったんですけども、今後はですね、まあ、1枚書道がだいぶ増えるということで、オフレスコビア3枚とベイガマックス3枚とローファイアブロッサム3枚というような9枚の1枚書道をまあぶち込めるので、デッキの枠をねだいぶね、圧縮できるようになりましてですね、1枚書道プラス手札誘発ケアみたいな感じでカードを、手札に抱えることができるようになりました。はい、さすがに明確に行こうと言っていいですね。明確に行こうか。はい。で、これいつも通りのね、動きでね、まあ、繋げるんですけども、まあ、今日はちょっとですね、皆さんにね、久しぶりにちょっと自爆神というね、存在をもう忘れられてるんじゃないかと言われている、あの、自爆神というモンスターを見せていこうかなというふうに思ってます。で、レベル4のモンスターが4体で、オーバーレイネットワーキングを構築、エクシーズ召喚、アラマロ、改ざん機、ダランベルシアン、の効果、オーバーレイユニットを4つ使うと、魔法トラップカード好きなカードを持ってこれると。この唯一無二の効果マジ強すぎ。こいつがいるからね、結局ね、全枚ムーブがいっちゃうんですよ。なんでもやっぱね、魔法トラップサーチできるってね、なんかね、クソデッキがね、めちゃくちゃできるんだよね。うん、マジで強い。これほどね、強いモンスターいたでしょうかといったところで、セレーネを、使っちゃってるので、イゾルデの方を使って、セレーネを出していくと。これをリンク2素材分にしました。魔法使いとかも含んでればいいんで、セレーネな。セレーネ2体をね、2体3体使うのでね、クソリッキっていうのは。セレーネ3枚、生成してるバカがいたらね、そいつはもうクソリッカーと言っていいですね。はい。で、サモンプリースト特殊召喚。で、サモンプリーストの効果。さっきデッキから拾っておいた、魔法カードをぶん投げまして、で、レスキューフェレット特殊召喚していくと。オッケーで、だから、一旦スカルデッド出しに行っていいな。1、2、3、4。で、リンクマーカーがちょっと やかましいことに、リンクマーカーっていうか、あの、スカルデッドのリンク先にモンスター出ちゃうと、なんか、やかましいので、スカルデッドが、なんかめっちゃ勢いよと打点アップしてくるんですけど、あれ、うるさいんですよね、あれ。あ、関係ないですよ、今。うるさいんですけど、一応ね。ちょっと、あ、うるせえ。うるせえ。で、まず、レベル5のシンクロ召喚を、行って、最強カード、ブラックガーデンを手札に加えつつ、お前誰やねんの効果によって、アンデッドモンスターである、ゾンビキャリーを特殊召喚していく。マジでお前誰？ファラオの化身とかいうモンスター結構強いの知ってます皆さん。これ多分ねソリディア好きな人であればね結構知ってるモンスターかなと思うんですが、で芋を叩かしていく。まあこれはブラックガーデンを持ってきながらねレベル2のモンスターを2体にしたいというだけなんで、まあこれ何でもいいですよ、このギミックは。はい、じゃあこれ何でもいいです。スカルデットのね効果でマジうるさいんだよね、毎回毎回打点がアップいらないから別に。別にいらないからってね。で、レベル2のモンスター2体にして、で、これでマネキンキャッツを出していく。開けましておめでとうございます。で、効果増。で、効果増。マネキンキャットは、相手フィールド上にモンスターが独身されると、だからそいつの、同じ属性のやつをデッキから出せるっていう効果がありまして。これがね、めちゃくちゃ強いんですよね。なんでもいいんで、闇属性だったら。はい。闇属性だったらなんでもいいということで、アスラピスクちゃん出して、自爆神アスラピスクちゃん出して、これあれね、ダークシグナーカーリー、なぎさちゃんのエースモンスターね。で、あとはですね、クソ適当にリンクと特殊召喚を繰り返しましてですね、相手の盤面にトークンを送りつけまくります。はい。で、このアスラピスクっていう謎の鳥は、この鳥結構強くてですね、フィールドから墓地に怒られた場合に、なんか相手のフィールド上の、モンスター全部っぱして、かける800ポイントのダメージを与えるっていう、破壊したモンスターの。数かける、800ポイントのダメージを与えるという効果があるんですが、
これこうするとですね、どうなるかっていうと、はい、すると、チェーン1、アスラスピスクで、チェーン2、トークン出る、でチェーン3、ちょ、まあ、これはもうチェーン3はどうでもいいんだよ、スカルテッドの効果となるとですね、トークンが5体になって、アスラピスクちゃんの効果でパーンってなって、バーンってなると、これをもう一回やります。これをもう一回繰り返すだけというね、非常に簡単なお話となっているんですが、さあお相手し、そろそろ気づいたかな。ローズトークン気づかなそうですね、まだね。まだなんかソリティア見ていただいて恐縮です。新年早々ソリティア見ていただいて恐縮です。誰やねんモンスター、これランフォーリンクス、これマジで何でもいい。このリンクモンスターはお好きでどうぞ皆さん、はい、あの召喚条件が緩いリンクモンスターでも何でもいいです。リンク2が一番いいですね。まあ、リンク2でなんか適当な、繋いでいけるリンクモンスターであれば本当に何の問題もないという話ですね。はい、マスカレットの効果がうるさいぐらい。あと何回だ、1回、あと1体させちゃいいか。で、まあ、まあ、2体揃ってるんで、まあ、なんか起きることないと思うけど、なんか何でもいいわ、これは。はい、こうか、こうか。あ、もちろんアストラピスクに耐えちゃいますんで、はい、さようなら。なんか適当にリンクしたら一瞬だわ。チェンチ、チェニ、チェンさん、あぶない、時間足りたわ、余裕で74秒だった、余裕だった。はい、新年早々クソリッキーすいませんでした。対戦ありがとうございました。いや、ちょっと新年早々動画ネタ作んないといけなくて、箱根駅伝見れないのマジできついな。最近ね、新年明けて意外と余裕あったんで、箱根駅で見る余裕あったんですけど、ちょっと動画ネタちょっと追いついてなくて、儀式の準備、みかんこか、みかんこやな、みかんこあんま関係なそうに思うけどな。あ、でもあれか、破壊できねえか、あいつら効果で破壊されないとかいうキモい効果なんでな。ダイレクトアタックすればいいか。ベイゴマックス、なに。貴様、新環境に対応しているな。スピードライド、タケトンボーグ、何、やべ、つえ。つえ。まあ、ちょっと、多分インポーカーかなんかじゃないの、じゃあ。違うか。レベル3、2体、わかんねえ。まあ、多分裏打ちところは、あ、みかんこのアラベスクね。まあ、ここじゃねえ、じゃあ。これだろ。これやろ。ダメだろ。だレベル3、2体残ってる決めえけど、まあ、ちょっと一応これ打つか。なんかやばそうな気がするから、一応打ちます。リゾルブ。なるほど。うらら通った、いや、わかんない、釣られたから、これ釣られた可能性があります、これ。あ、なんだこれ、インボーカー、やべ、釣られた気がするわ、釣られた気がする、わからん、まずい。いや、これどういうタイプのインボーカーかによるんだよな、マジで。うわ、ヒロイックチャレンジャーのタイプ、いや、これソリティアムーブするタイプのこれインボーカーですかね。俺これ死にました、これ。いや、これわかんねえんだよな、マジ。なんか無限に可能性がありすぎた、イソルデか、なるほど。ちょ、何、ベイゴマックスからの可能性が無限大すぎてわからん、何されるのか。まあ、とりあえずイソルデはされるらしいわ。イソルデ効果でなんか持ってきながら、うわ、すごい送ってる、めちゃくちゃな量の。あ、終末の騎士、うわー、終わってる動きしてんな。ちょ、わかんねえな、これ何が起きるんだろう、これ。うわ、デストルドとかいうモンスター送られたじゃん、これやばくない。で、ヒロイックコール効果発動、あー、なるほどね。レベル4のモンスターが2体で、あ、オーバーレイ、あー、そういうことか。え、これベイゴマックス1枚かな、もしかして確定してる今。ベスペネイト、ベスペネイティング、あ、サーチ入ったんだな。ベイゴマックス召喚、ここで初めて召喚、召喚権を使っていない問題。バリケードベルグ、やば。
これあれか、もしかしてこれベーグマックスプラスモンスター1体でいけんのか今。やばっ。これね、いやこれやばいわ、終わった。全てを理解しました、全てを理解しました僕は。これあ、そっか、ベーグマックスプラスなんか生き物1体でいいんだ。じゃあこれギミックマジ強くね、マジかよ、やばいやばい。これ多分ね、これ多分佐々木でしょ、多分佐々木なんですよこれ。サーチ入んなかったけど、いや多分ね、なんかレベル操作最強カードがね、多分できるのにあるんだよなこれ。ダークダイバンバー、はい、ダークダイボンブ、さあサーキーで、ラドン効果デッキから幻獣機出してくる、特殊召喚、コルトビング効果、トークン2体生成する、レベルがやばいことになる、レベル13、レベル13、あ、そうだよね。マジ、お、ベイゴマックス最強じゃねえか。先行案件確定してるけど、生き物で。やば、本当にベイゴマックス帰ってきて大丈夫？